はい、こんにちは、ビッグボーイです。メトロラストライトリダックス続きやっていきます。さあ、パベルにはね裏切られて助けを求められてと、なんかもういろいろと自分勝手なやつだったので死んでもらいましたでもフィルターの残量は少ないから急いでいこう。和平会談に間に合うようポリスにたどり着かなければ、もたらされるのは平和ではなく戦争でしかない。最終戦争だ。疑問の答えは全て見つかった。コルボトの恐ろしい計画にはパベルの情報が不可欠なのだ。植物園、まだ外か。あ、パベルのね記憶をたどって、もう完全に相手が戦争を仕掛けるということがもう判明しているので、早くポリス聞かないと。ここはなんだか変。待って、フィルター、フィルターがあった。今見逃しさなかったぞ見てみないと。フィルターゲット少ないな。 D6 への攻撃計画を報告する。急ごう。天気が悪いな。デモンいるし。あー、デモンがいる。あー、おフィルター、フィルター嫌だな。わっ、こっち来るな。この赤旗の目印の進行方向、ウォッチメンがいるな。ウォッチメンだっけこれらこいつらは。ん、なんだ、え、画面が、おっと、今のカルマが下がったな撃たなくてよかったやつかな。実はパペルを殺す選択をしたのもカルマがどうも下がったっぽくて、うん、本来であれば助けた方がいいんだろうな。何の鳴き声、なんかないか。フィルターはないか。のそのそ言ってる。来てる来てる。うん、逃げてってんのもしかして。あ、撃たなくていいのか。うわ、あっかい。あ、いて、フィルターがないんだからよしてくれ。この野郎、どこだ。こっちじゃない予感がしてきた。フィルターが、フィルターが、あ、こっち、あれ、こっちから来たか、こっちか。お、ガスマスクだけど、これは意味あるのか。あんまり意味がない。押したとおって、うわ、いるいる。あれ、こんなミュータントいたっけ。あ、でっかでっかでかい。日記、日記があった。他は何か。フィルター、フィルター、よし。このゲームはね、何が怖いかって、もうねモンスターの刺激もあるけどね、フィルターがなくなっているの、行くのも怖いな。こっち降りよう。なんかこの広さは戦うことになりそう。子供を守ってる、気をつけて。ですよねこれだ。ここすごい移動速度遅い。いた、あー、連打。
食われる。ナイフじゃ死なない。撃ちまくれ。うわ痛い。おお来てる来てる来てる。ちょっと待て待て待て、詰まる詰まる。どうしようか。いて、これすぐ後ろについてきてるんだろうな。どっかなんかないか、撃つっけないか。うわー、こっちに来るな。倒した。うお、背中を守ろうとしてる。そこが弱点。背中背中が弱点だけど、こっちに向かってくるから背中が狙えない。もう一回弾を浴びせてよろめかせよう。ならショットガンだな。で先にフィルターを交換。来てる来てる。痛い。ダメか、背中が弱点か。あ、襲われてる。あ、痛い。ノープ。ショットガンだ。リロードできてないな。今か。背中。リロードして。ん？逃げてった？逃げてった。痛い。何すんだ。ウォッチメンたちとはまた別のミュータントか。先行こう。ああ、これ助けてあげたらどうだ。これあ、いいことをしたっぽい。痛い。いいことをしたっぽい。めちゃめちゃ弾を浴びせたのは僕だけど、いいことをしたっぽい。暗いな。フィルターを交換。お、こちら。カーン生きておりました。よかった、無事だったか。仲間を連れて。あ、ミラーも。待て、これは。あれ、アルジョブ、ガスマスクなしじゃその方が危険だろう。あ、一体何を。え、ダークワン。ほう、そうかそうか。地表の子供、ダークワン。待て、撃つんじゃない、ミラー。なら私から離れてくれ。マスクなし、気づくべきだった。この人は緑、あの人は黄色、僕は危険じゃないと言って。かなり順応してるようだ。これなら生きていけるかもしれない。アルジョム、このこと話してもいいか。ミラー大佐、恐怖は捨てろ。この子は未来の希望。必要なのは手を取ってやることだ。人間に化けれるんだ。私の手はもういっぱいだ。こいつが助けになるなんて信じられん。お前たち二人でやってくれ。私がこいつを排除すると判断を下す前には。カーンめっちゃ興味津々だ。こいつは一体。そんな、まさか思考が理解できる。
き身のも聞こえるぞ、アルシャム。人の思考が読めるのか。ただ触れるだけで。アルチョムは一緒だと別、遠くから話せる。彼は適応した、ずっと昔に。わかるか、アルチョム。ダークワンが君を変化させたんだ、我々を理解するために。あの扉の奥に何があるの？聞こえた？君を呼んでる、聞こえる。ここを開けて。待て、 D6 の封印された扉に似てる。そうか、セクター、エキジビション駅だ。ロックも強固で未だに破れない。何があるんだ？僕の仲間、中にいる。おお、めっちゃいる、めっちゃいる。信じられん。見ろ、冬眠している。この子だけじゃなかった。みんなを起こさなきゃ、生きる時だ。中に入るぞ。可能なら扉を開ける。死を感じる。近くに、あたり一面に。でも起こさなきゃ、ずっと一人だ。聞いてくれ、手を貸してくれれば君の力になろう。いいよ、どうすればいい？みんなを起こさなきゃ。すぐに対応しよう。おい、ん？キリオ、大丈夫か？あ、カンとアルチョムだけ見えたのか。大佐、ガーデンズラインの終点にある D6 のゲートを開けられるか？コードはあるのか？ D6 のコードは全部あるが、そんな約束はできん。するしかない。この子がポリスで力になってくれる。なら一緒に連れて行って状況を報告しろ。そいつが助けになると納得したら扉を開けてやる。バンダナがなくなったか。後に続け。彼は一人では、最後の一人ではなかった。彼の興奮や仲間と再会したい気持ちはよくわかる。彼らを解放し目覚めさせたいのだ。だが彼はそれをしばらくこらえて、先に我々の手助けをしてくれることになった。会議に間に合えばダークワンがモスクビンの、あるいはコルブト自身の思惑を暴いてくれる。この状況を逸した事態を止められるかもしれない。これが最後のチャンスだ。平和の執行、優しいな、ダークワンの子供。アルチョム、あ、子供に会った。我々はオクチャブリスカヤについてカーンから話を聞き、モスクビンを問いただした。だが奴は反論さえしなかった。ただ運よく化学防護部隊が付近に展開している事実を聞き出せば、犠牲者を出しながらも疫病が広まるのを未然に防いだものだ。さもなければメトロ全体に広がっていたのだ。それを非難できるか。私だって同じことをしたはずだ。しかし大佐、感染の発生前に D6 からウイルスの容器を盗んだのはレスニスキーだ。それがどうした？アルチョム以外に証人はいない。誰がオーダーを信じる？今 D6 は我々の手中にある。ウイルスを広めたのは我々だとされたらどうする？だが共産主義者は犯罪に侵入しようとした。我々はモスクビンに何ができる？我々の兵士は100人にも満たず、軍隊とも呼べない。確かにモスクビンは戦争を後押ししたが、ポリスから D6 隊の遺産を共有するという提案があった今、やつは和解に同意するかもしれん。その協定を締結させるためなら手段は選んでいられない。モスクビンは単なるコルブトの操り人形だ。やつと話してる隙にコルブトの軍勢に包囲されてしまう。和解協定以前に仲間の血が流されるぞ。他に何かいい考えがあると？こいつを連れてきたのはお前だ。今度は一体何を？この話は終わりだ。議事堂に向かおう。後に続け。議事堂ってことはここポリスだよね。着任の許可を大佐。いや、 D6 警備部隊の司令官に至急報告を。限界態勢に移行だ。コルネイエフに任務を進めるよう伝え。いや、彼はやるべきことを分かってる。日記があった。なんとか成功させなければ。ロッカー触れれないや。
この先で話してるな。いいかアルチョ、おちびさんから離れるな。同心万歳。平和をつかむのだ、未来のために。この嘘つきめ、カーン、気は確かなのか。心配には及ばない、今回だけでいい、私を信じろ。お前は誰だ。警備、こいつをつまみ出せ。レンジャー下がれ。アルチョ、おちびさん出番だぞ。いいの、そんな大っぴらにしちゃって。お、記憶をたどっちゃう。読み取っちまえ。え、なんだこれ、先が見えない。あ、開く。同志モスクビ、手を貸してもらおう。コルブト、さもなければあなたの兄の死について不都合な情報が明るみに出る。あ、どうした。う、中が白い。あなたの兄と補佐官のある会話を偶然耳にした。あなたがもたらす脅威とその排除方法について。なんだって、脅威。兄弟だぞ。向こうはのけものにされ、騙されてると感じている。裏切られるのを恐れている。バカな話だ、考えられん。あいつには説教をくれてやる。このままでは暗殺計画は回避できない。やられる前にやるしかない。こっち行ってみようか。このドア。マキシ、弟よ。こうして和解できるとは。あ、兄か。これほど嬉しいことはない。乾杯しよう。ああ、そうだな。うわ、何を。持ったな。満場一致でマキシム・レオニードビッチ・モスクビンが新たな党書記長として選任されました。おめでとう、党首モスクビン。あいっと、崩れそう。こっちは何も語らずか。なぜそんなまっすぐな目で俺を見る。お前が悪いんだ。殺そうとしたのはどっちだ。コルブトがお前を撃った。今じゃ奴の言いなりだ。全部お前のせいで。すまない、本当にすまない兄弟。決して許されはしない。だがそれでも戻った。俺は一体何を言ってる。そうか、分かったぞ。お前が俺に何かを、俺が兄貴にしたように。そう、そうだ、俺がやったんだ。あいつに毒を持った。クソ、コルブトめ、俺は愚かだ。奴が俺を救おうとするなどと考えるとは。結局奴が権力を掴んだ。俺の首根っこを掴んでな。そして今や D6 に手をかけている。あのウイルス、
あれがコルブトの手に渡れば破滅だ。だがお前がリーダーのはずだ。奴に命じろ。軍隊を呼び戻して足止めするんだ。交渉の時間を稼げる。ここでできることはもうない。リーダーか。急げ。死ぬけめ。もっと早くホームへ急げ。クソったれめ、 D6 を渡してたまるか。ついてこい。コルブトたちがもう攻めてきてる。戦争か。あ、アンナ。君が負けたらみんなが困るの？なら僕は僕の家族を守らなきゃ。君は大丈夫だよね、アルト。